ありがとうございました。じゃあ、ちょっと戻るね。ルーラーできるようにしといてくれよ、ルーラー。ルーラーできないんだけども、ここ。どうでしょう、MP 温存でいきたいんだけども、そうも言ってられんかな。だってベギラゴンで銃使うんだったらさ、チーム呼びで銃使った方がいい気がするよな。そんなことないかな。ゴンしよう。あーけどそうか、モンスター食らっちゃったら回復する手段がないもんな。うん、それもそうだな。こっちは早いな。落ちんじゃない全員。弱い弱い。本当だったらさ、もうこのぐらいのレベルでここまで到達していたら、普通にやってたらギガブレイクとかあるよね。普通にやってたらね、勇気スキルにしっかり振って、剣スキルにもちゃんと振ってたらギガブレイクあるよね。怪しい、ここ。怪しい。てれてててててて。怪しい。さみだれしょ。さみだれも。サミダレ好きでも回復してくれればいいのにな。攻撃力って高いな、こいつ。おーい。二回行動。やめえや。なんちゅう火力だ、こいつら。もうエテの HP30 ぐらいしか残ってないぞ。これ、大丈夫かな？疾風好き。落ちない、あぶねえ。満タン満タン。よし、怪しいな、怪しい。こっちは行き止まりだね。広まり。うわぁ、調べてー、調べてー。ボストロールちょっと嫌だな、逃げる。ボストロールは、どうせ足遅いから、デブだし。本はすっかりボロボロになっていて、まともに読むことができない。これ休めないの？休めなさそうだ。ここの男女、ん？それはしごか？柱、柱だ。ここ男女にわけわかんないな。ややこしくないここ。アークデーモンは倒そう。ベギラゴンは効きそうにないからサミダレついてくれ。そう、ウェブカメラからね、ちゃんと準備しとかね。ヤダルコ、いいよな、斬新だ。あぶねー。
一気に攻めよう。あーギラってギラって、これ MP 持つか、大丈夫か、不安要素だわ。ちょっと気持ち悪いな。さすがに、さすがにこんな樽いっぱい並べられると気持ちが悪いな。割りてぇ。割りてぇ。ボンバーマンみたいになってんじゃないか。ボンバーマンの位置マップみたいになってるよ、あれ。こっちかな。うん、多いなぁ。盛りハゲシネに任せるか、ここは。ここは一回任せよう。必殺なしで、必殺なしの方向で。なんかいろいろね、あるんだよね。このモンスターが必殺を撃つ条件ってのがね。うん。スライム揃えるとか、エレメント系で揃えるとか、あと武器を持っているモンスターで揃える。あるよね。いや、地味に嫌なダメージ、それ。地味に嫌。そうだ。一匹ずつ攻撃して、狩り、狩りしていけ。そうだ。キラーマシン、お前にはそれがある。いや、やっぱハルクは強いね。ハルクダントツで強いよな。一発のその重さが全然違うもん。キラーマシンと魔王の使いは本当優遇されてるよね、このドラゴンクエスト界で。何これ、あ、なんとかドック、なんとかドックだ、名前忘れちゃった。ちょっと待って、ちょっと待ってね、鼻水。どっちだ、こっち下降りれんのか、あ、これ最初のところかぽいよね、最初のところっぽいね。あ、で左はどっちにしろ行けないのか、階段があれだから。どうだ、こっちをで、このレバーをガッチャンして、とりあえず一番最初の入り口のところをつなげると。で、次はあの上の左側の階段のレバーを探さなきゃいけないということだね。いやーだなー、いやだなー、これ逃げれる、逃げれるよな。うん、ん？こっち行ける？行けない。ん？水を飲んで回復的な。飲まない。どっちだ？上か下か、下だ。上だ。あ、んで、これか。さっき反対側の行き止まりだったからね。こう、2体だったら倒していこう。2体は倒す。次誰だろうな、レベルアップするの。最後にレベルアップしたのはエテだった。うん、エテだな。剣のスキル振った気がする。激しい炎。ククールだけなんか炎耐性ちょっとあるね。装備がなんか炎系の軽減の装備なのかな。
もう一発が痛いな、ほんと。満タン。ベオマラ2回使っちゃったよ。大丈夫か、もう。クール。あ、ドラゴンローブか。うん。ドラゴンボール、ドラゴンボールじゃない。ドラゴンローブだ。んで、左、一番左の奥が、さっき反対側から来た方向で、左側に1個入り口があったな。こっち側は行き止まりです。奥も行き止まりってことは、おのずとここしかないな。行ける場所は意外と少ない。いっぱい行けそうだけど、意外と少ない。うん。親切設計。ほんと、あっちゃこっちゃ行けるさ、ゲームあるもんね、ほんと。わけわかんなくなってくるもん。これ怪しい。デブは、無視。ノロマが。やってろ、一生。呪われし最強の盾。なんだっけこれ、何やったっけ説明書とかにあるよね。盾で、目玉がいっぱいついてる盾。細長い目玉がいっぱいついてる盾。よく覚えてる。破滅の盾の呪いは、たとえ、聖者の灰を用いても、それだけで解けることはない。この盾の呪いを解くには、まず盾そのものをより固く強化してやる必要があるのだ。破滅の盾が真の姿を取り戻すとき、あなたは最強の盾を目にすることになるだろう。うん。破滅の盾、聖者の灰と、なんか硬いもの。オリハルコンかな？最強の盾ってなんだろうね。最強の盾、メタルキングシールドじゃないのかな。違うの。こっちか。こっちか。ギガントアーマー。いや、あれは、よくいた。襲いかかってこられた。逃げよう。いやー、これ逃げれなかったら、ま、死んじゃうかもしれないから、モンスターを呼んで、しのごう。いや、けど、エテ、今、こけてるからな。こけてるから、エテのターンが回って、来るのか、これは。逃げ！あー！もうこうなったら意地でも逃げるからね。もうこうなってしまったら、もう意地でも逃げるよ。やばいな、こいつら。頼むよ。イオナズ撃たないでね。どういうこと？どういうこと？ちょっと全滅するってこれ、もうマジで。なんで今の。逃げるモーションすらをさ、起こしてくれなかった。みんな腰抜かしてたから？ちょっとマジでやめて。さすがに怒るよ。もう、被害がでかすぎる。どうしよう。ザオリク。被害がでかすぎるわー。
もうあのセット出てきたらマジでもうモンスター呼ぼう。あ、なんだっけこれ、ステンドグラスだったっけ、ステンドグラスのやつだ。こっち奥は行けないっぽいから、こっち行けないよな、うん、え、なんか階段っぽくない？あ、下が階段か。こっちデブは逃がしてくれる。優しい、優しい世界。もうもう帰り道わからんぞ。もうこれここまで来たら左がなんか怪しい。うわー、お墓だ。ちょっと待って、どっちだ、こっちか。地下に降りる方と地下に降りない方と、こっちは地下に降りない方ね。こっち何ここ、これはちょっと逃げれそうにないな。倒そう。さあみんなで、なんか怪しい扉がもうあったよそこに。真空波欲しい、その技。もう真空波は歴代ドラゴンクエストでその燃費の良さはもう抜群だよね。真空波とか津波とかね、ドラクエ7でよく使ってたわ、津波、真空波。7やりたいな、今度7やろうかな。ドラゴンクエスト7不思議な石板縛り、実況者のエテボケ。パート1で終わるわ、パート1で終わりやわ。これは石板だから拾えないね。帰れ。なんだこれ、なんか奥になんか見、奥なんかなんだ、滝かな。満タン、忘れちゃいけない。で、奥もあるんだけどな、こっちはなんだ、正解ルートか。いや、扉じゃないぞ、これ。なんだ、これ。神は告げられた。巡礼者を惑わせる。円形の都市を見たならば、見たならば、後戻りは禁物である。もしも道を戻らば、巡礼者はさらなる幻惑を知ることになろう。ちょ、何言ってるか分かんないっすね。